はい、はい、おはようございます。おはようございます。ランピーです。はい、はい、なんでそんな暗いんですか今日は。いや全然暗いです。お前ですか。全然暗い。めちゃテンション低いですね。いや全然低くないです。さあ今日はですね、はいはい、2台の、はい、中古車をですね、ご用意いたしましたのでそれをちょっとご紹介します。はい、はい、で1台目は早速、はい、こちらとびっきりかっこいいオールシティのエレクトリックイン、ね、エレクトリッククイーン、もう名車ですね。名車です、はい、僕も大好き。僕大好き。むしろ好きすぎて買ってました。あ、買ってました。しかもこれ、はい、これです。これ、これタケちゃんの。はい。これをなんとなんと中古車として売っちゃう。出しちゃいます。マジで。泣く泣く出しちゃいます。泣く泣く。はい、いいんですか。いいですよ。いや、すごいいい自転車なんですけど、はい、まあ、あの他にもいい自転車が出てきまして。なるほど。それのちょっと資金のためにちょっと資金のなくなくちゃ場所の確保と。ああ、さすがに置けなくなってきた。さすがにあのさすがにちょっと16代目は申し訳ない気持ち。なるほどね。ということで、はい、なくなくて話します。ああ、了解です。非常にお気に入りの。はい、じゃあまああの、はい、だいたいどれぐらい使ってたんですか。ですね、あんまり乗れてないんですよ、はいはい、それが理由の一つなんですけど、はい、多分3年ぐらいですかね。3年ぐらい使ってた。使ってたというか、まあ、ちょこちょこ置いてたってところが多いですね。あのタイヤもあの全然すり減らないまま終わってしまってるぐらいの、はいはい、あのコンディションです。なるほどね。山です。10回ぐらいは乗ったかな。10回ぐらい。まあこう、まあ、ちょこちょこ傷はありますが、はいはいはい、綺麗な範囲だと。まあそうですね、はい、今ちょっと、ホコリが被ってるところはありますけど、汚いちょっとホコリ感ですね。ほうほうほう。これと綺麗にしたらもう普通にいけそうですね。全然いけそうですね。で変速機も、まあ、そんなにぶつけたような痕跡はないんで。ないですないです。全然綺麗に使ってるんじゃないかなと思います。綺麗に使ってるというかあんまり乗れなかった。ちょっと自転車持ちすぎる弊害が。ああ、まあそうですね。いっぱいありすぎる。稼働時間がすごい短くなりますよね。そう、なんであの極上やと思います。極上。はい。たけちゃん曰く極上。曰く極上。曰く、はい。はい。このはどっかカスタムしたりしてるんですか。カスタムはですね、してないんですよ。あ、もうほんじゃ完成車のまま。はい、完成車のままです。完成車のままで全然楽しめたっす。あ、なるほどね。もう最初からこうドロップアーシートポスト。あ、いいですね。もうしっかり動きます。あ、しっかり動く、はい、でフロントはエアサス。なるほど。これは、あ、ロックショックス、ね、ロックショックスのエアサス、エアサスのあれですね。でこうステッカーもこうフレームと同じように。あ、これはでも珍しいですね、ステッカー一緒っていう。いや、もうオールシティの本気を感じます。なるほど。もう手に入らない一台と思います、ね。ああ。いやー、もう泣く泣くじゃない。泣く泣く。これタイヤサイズが今 27.5 の 2.8 ですね、はいはい、なんですけど29インチもいけそうですね。29もいけるっす。29にしたかった。あ、したかった。したかったけどしないまま手は出します。なるほどね。あ、まあ大きい傷もなくですね、はい、まあ、ステッカーがなんか貼ってありますね。これも剥がします。言ってもらえば剥がします。あ、なるほど。お客さんが作ってくれたステッカー。ああ、なるほどね。了解です、はい、これがなんと、はい、いくらですか。25万円。25万円。もともと30何万円だったんで。ああ、税込み25万円ということで、はい、ちょっとレアな一台だと思います、はい、あ、サイズはちなみに、はい、これは M サイズかそういう感じなのかな。 M サイズ175前後がはははちょうどいいかな。170ぐらいからがいいと思います。はい、了解です、はい。もともと試乗車やった。試乗車やったというか、たけちゃんの兼試乗車やったって感じ。そうですね。そんな自転車なんで、はい、あの素性ははっきりしてますんで。素性は確かにね。安心してもらって、はい、乗っていただければ、はい、非常にいい自転車なんですよ、はい、トレールもいいですし、オンロードも角にヘッドとか寝てないんで、あ、走りやすくて。なるほど。いや、いい自転車でした。はい、はい、という感じです。はい、これも1台限りと。これが1台限りになってますんで、はい、はい、ではこれ最初の1台なので、もう1台ありますのでそれご紹介します。はい、はい、じゃあ一旦これ向こう持っていきますね。一旦大事にお願いします、ね、ちょっと間をつないでください。間をつないでおきましょうか。はい、特に何もないです。はい、持っていきましょう。はい。はい、はい、さあこれもですね、
お店の、はい、試乗車で、使っていましたサーリーのブリッジクラブになります、はい、非常に綺麗な状態です。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。あの主な使用用途は、スタッフがお弁当を買い出しに行くときにコンビニまで乗ったり、はい、お客様がこうブリッジクラブ興味があるという方に、乗っていただいたりという感じなんで、はい、実質の走行距離はですね10キロ行ってないんで、もっと行ってます。あの、もっと行ってます。僕あの一応これでもしっかりめのサイクリング行きましたから。あ、行った、はい、あの、あ、なるほど。あの城跡に行きました。あー、なるほどね。あの、はい、オンロードをスーッとこう走っていって、なるほど。あの、ただあの100キロは行ってないと思います。100キロは行ってない、はい、なるほど。そうか、それで使ったんか、はい。まあ、傷はですねほとんどないですね、はい、あの非常に美しい、状態の1台になってます、はい。で、今回は、お店のですね試乗車を今入れ替えておりまして、はい、で新しい試乗車が、やってくるということで、なるほどなるほど。今回はブリッジクラブをちょっと一旦、販売して置くという感じになります。はい、で完成車ベースの車体なんですけれども一部カスタムしてます、はい、それまずこっからですね。これこれレアですよ。ブリッジクラブ用のフロントラック、はい、もうブリッジクラブ以外にはつかない。そうですね、もうステイの長さ的につかないって言うんですけど、はは、専用に作ったやつなんで、はい、はい、それをもうブルーカラーで、はい、塗ってるという感じですね、はい。でこの右側にあのライトのマウントが装着できるような、はい、ダボをつけております。で、天板も少し広めなのでこの上にバスケット乗せるのもありですし、荷物をそのまま、縛り付けてキャンプに行くっていうのもありと。これはあのアデプトのバスケットにちょうどいい感じ の, あの棒の位置にしてありますので。アデプトですか。アデプトじゃないわ、ウォルド、ウォルドです。なるほど、了解です。ウォルドのあれにちょうどいいんで、はい、ぜひ、はい、という形です。はい、で、タイヤもですね実は変えてます。はい、こちら、テラベイルのスパーウッドタイヤに交換しております、はいはい。で、チューブレス用です。でチューブレス用のバルブがピーティーズですね。この辺りもしっかりと、したものをつけております。乗ってない割にカスタムしっかりしてる。してます。あのブリッジクラブの完成車ってタイヤがちょっと重めなので、はいはい、そこをですね軽いタイヤにして、まあ、走行感も軽くというので、交換しております、はい。であとは、グリップですね。グリップはあの ODI の、ロコングリップに交換しています、はいはい。これあのちょっと色をつけてパープルと、ちょっとファンキーな感じですね。ファンキーな感じでやってます。まあ、ここはですね消耗品なんで、もう少し使って、自分の好きな色に変えてもいいんじゃないかなと。グリップの消耗具合は、まあ、あのちょっとホコリがかぶった程度っていう感じですね。全然ベトベトも全然してないという感じになります。じゃあこのグリップで試乗したことはないです。はい、なるほど。最近変わったっていうやつですね、はい。で、あとスタンド、センタースタンドがこれブリッジクラブって装着できるので、このまま、はい、あのダブルレッグスタンドという真ん中にこう立つスタンドが装着されているという状況ですね、はい、はい。で実はですねこの状態で、完成車まんまで買うと、28万円ぐらいです。ほう。なんですが試乗車やったと、はい、いうのもあるし、今回特別価格、はいはい、18万円です。めっちゃ安い。サイズは S、はい、身長が160センチ台から170センチ前半の方におすすめなサイズとなっています。18万円税込みです、はいはい、1台だけと。素晴らしい。なので普段使いするのにも非常にいいですね、はい。今から通勤通学でも使いたいという人にも非常におすすめな1台となっています。本当にオンロードでも楽しい。オンロードでも、はい、てかツーリング系マウンテンバイクってことになるんですよね。そうですね。でタイヤサイズが 27.5 インチを、はい、採用してますんで結構ですね S サイズでもこうフレームが大きめに見えるんですよ。なるほどなるほど。で29インチに比べるとやっぱり 27.5 って取り回しが非常にしやすいんで、あとはこう荷物乗せるラックとかバッグ、このでっかいサドルバッグも、はいはい、S サイズも非常につけやすいスペースができるよというのが特徴になります。なるほどです。非常に使いやすい1台になっていると思います。非常に乗りやすかったです、はいはい、という、2台を今回は、はい、中古車として販売いたします。でそれぞれですね1台限りとなっておりますので、これやと思った方はですね、ぜひお問い合わせください。
ぜひ、はい、お願いします。でたまにですね、被ることがあるんですよ。そうですね、お問い合わせがですね、その場合は先にお支払いいただいた方を優先させていただきます。はい、はい、ということで、今回はオールシティの、エレクトリッククイーンと、はい、サーリーのブリッジクラブの、はい、中古車のご紹介でした。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。では終わります。失礼します。